皆さん、こんにちは。追っかけ情報局の小藤です。本日はスカイハイアリーナツアーボスダムの全オープニングアクトの感想をお届けしたいと思います。私がボスダム全4公演に参加していて、このうち初日の5月23日を除く3公演で BMSG 所属のアーティスト、そしてトレーニーがオープニングアクトを務めていました。 時間としてはそれぞれ15分くらいだったかなと思います。今回は皆さんにこのアーティストだったりトレーニーのステージの魅力を伝えたいと思っていて、誰と誰がコラボしたっていうことだったりとか、演出に関して部分的にお伝えすることになります。あとはですね、私がこうすでに八面六尾だったり、 ダンクでオープニングアクトを見たことがあるので、今回はこう、割とこう見たことのないものが特に印象に残ったので、そちらをメインにお話ししていけたらなというふうに思っております。ボスダム参加された方はオープニングアクトを見た方いらっしゃいますよね。いやー、そうじてめちゃくちゃ良かったですね。 一観客として感じたことにはなるんですけど、やっぱりトレーニーに関しては、八面六尾だったりとか、まあダンクのオープニングアクトより、こうなんていうんですかね、次のステージにつなごうみたいな意識がすごく感じられるパフォーマンスだったなっていうふうに私自身は感じました。 今度の7月8月に BMSG トレーニーショーケースが開催されると思うんですけどそちらにもこうながるようなパフォーマンスだったんじゃないかなと思っていますちょっとしたこう宣伝みたいな意味もあったのかなと勝手に考えておりますではですね1公演ずつお話ししていきたいと思いますまず5月24日 東京代々木体育館でレイコのパフォーマンスがありました。で、えっと、この回に関しては、私が実はアリーナの最高列というメインステージがほとんど肉眼では見えない席だったので、ちょっとこう、ビジュアルだったりとか、こう、レイちゃんが醸し出す雰囲気みたいなところを直接感じることができなかったんですね。 ただ、えっと、今まで、その他の、えっ、ー、と、ステージでオープニングアクトを務めているのを何回か見たことあるんですけど、歌声がすごくパワーアップしているような印象を私は持ちました。記憶が正しければ、二人のダンサーさんがバックについていたかなと思うんですけど、このなんというんですかね、比較的少人数のバックダンサーさんっていうのが、 なんかこう、海外アーティストが友情出演で遊びに来たよ、みたいな、ちょっとカジュアルな感じがして、なんかすごくいいなぁと思いました。あと、本当に歌がめちゃくちゃうまいです。あとは、こう、曲と曲の間だったりで、ダンサーさんの紹介をすごく丁寧にしているっていうのが印象に残っていて、 なんかこう、私の抱いていたレイちゃんのイメージに合致するなというか、っていうふうに思いました。そしてですね、次に6月17日、大阪でのエディーボーイのパフォーマンス、オープニングアクトですね。こちらについてもお話ししたいと思います。実はですね、個人的に一番このオープニングアクトを楽しみにしていました。 というのも、八面六ピだったりで、こう、ルイと大輝とオープニングアクトをしたっていうのは、していたのは見たことがあったんですけど、一人でオープニングアクトをやった場合に、どんなパフォーマンス、ステージングをするのかな、なんかすごいかましてくれそうだなっていうのがあって、気になっていたからなんですね。で、えっと、 レイちゃんが、東京でのレイちゃんが、こう行きますよっていう感じだったのに対して、なんかエディさんはですね、行くぞっていう <laughs>、行くぞっていう感じがすごくありました。で、この時私の席が、えっと、スタンド席のセンターステージの真横で、メインステージもはっきり結構肉眼で見えるような位置にいたので、 まずですね、入ってきた瞬間にビジュアルがめちゃくちゃ良くて目が離せなくなってしまいました。なんかこう、あれ、エディーボーイってこんな感じだったっけっていうふうに結構思ったんですよね。こう、ボーイズ、ボーイっていうイメージがあったんですけど、なんかこう、節々にこう色気があるような感じがしました。 で、えっと、ご自身でスタイリングをしているっていうのをお話しされてたんですけど、まあ、衣装だったり、髪型、メイク、すべてのこう、スタイリングがとてもかっこよかったです。あのー、もちろんそのコンセプトとかもあると思うんですけど、なんか個人的にすごく好きなスタイリングだったので、 他のアーティストさんとかでもこういうスタイリング見てみたいなっていうふうに私は思ったスタイリングでした。そしてですね、パフォーマンスに関しては一言で言うと貫禄っていう感じがあってラップがすごいっていうのはもちろん前から知ってたんですけどこう一曲一曲のつなぎとかも含めてエディーボーイってこういうパフォーマンスをするアーティストだよ っていうのが伝わってきたあのステージだったなっていうふうに思いましたそして結構トークに関してはあの会場へこう話しかけるようなトークが多かったのもすごく印象的で、まあ、総じて貫禄のあるステージだったなっていうふうに思いましたはいそしてそしてですね最後に 6月18日日曜日、大阪でのルイ・大輝・カノンのパフォーマンスです。オープニングアクトですね。で、と、この日が私がアリーナ席センター付近、だセンターステージ付近だったので、えっと、センターステージの方が近いんですけど、メインステージも、まあ、見える位置。で、細かい表情は見えないけど、まあ、目視でパフォーマンスはで見えるみたいな位置にいました。 えっと入ってきた瞬間に3人の空気感がとても良い平和な空気感が醸し出されているのが分かりましたこうお互いをリスペクトしていて仲が良さそうだなっていうふうに感じたんですけど結構そのレイちゃんだったりレイコやエディエディボーイの時とはまた違う雰囲気が会場自体もある あのような感じになっていました。暖かい空気感にこう3人が入ってくるだけで包み込まれていたのを感じましたね。えっ、ー、と、おそらく皆さんが特に注目していた、かつ、まあ私も注目していたのが、今まで生パフォーマンスを見る機会がなかったカノンくんのパフォーマンスなのかなっていうふうに思うんですけど、 カノンくんのこう歌い始めの時にこう会場が結構固唾を飲んで見ている、見守っているのがすごく伝わってきました。えっと、カノンくんの歌声なんですけど、すごいです。特に低音の響きがすごくて、魅了していました。会場を魅了していて、ただその、こういう歌声がすごいっていうことは、 疑い、まあ、がすごくて会場を魅了するだろうってことは結構想定できてたんですけどかなり意外だったことがありましてそれがこうパフォーマンスに余裕があって結構こう自分を見せるパフォーマンスをされてるっていうのがすごく意外でした、まあ、どういうことかっていうとこう表情一つをとっても。 見られてる瞬間、なんかこうカメラに抜かれてる瞬間分かってるなっていうふうに思ったんですよね。あの、私が位置的に結構こうモニターで表情を見るような位置だったんですけど、あ、モニターに抜かれてるなっていう瞬間を分かってるパフォーマンスをされていましたね。こう、例え、なんか無理やり例えるとすると、こう BE:FIRST のシュントが カメラに抜かれた時に、こう、下ペロしたり、ウィンクしたり、みたいなことがあると思うんですけど、こう、まあそういうウィンクとかはなかったんですけど、見られている時にお客さんに見せる表情っていうのがあったのが印象的でした。私はこう、まあもちろん、そのステージもそんなにね、あのー、積んでない、回数積んでないと思うので、もう少し慣れてない朝とか、 あどけなさみたいなのがあるのかなと思ってたので、ここは本当にいい意外性でした。あとですね、あの、シンプルにめちゃくちゃイケメンです。あの、イケメンでした。これは、これもなんかこう、いい意外性もともとイケメンだとは思うんですけど、本当にイケメンでした。はい。<laughs> なんか、 はい、大丈夫ですかねこんな感想なんですけど素直な感想ですそしてですねこのステージに関しては2つのコラボレーションにも触れたいと思っていますえっと音源化されてないコラボ曲っていうのがあったんですがなんかこういう音源化をまだされてないコラボがライブで見れてしまうっていうのも BMSG のめちゃくちゃ熱いところだなっていうふうに 感じましたでまず1つ目がルイとカノンこの2人だけでのパフォーマンスがあったんですね。で、えっと、聞いたことのない曲だったのでおそらく新曲だったんじゃないかなと思うんですけど2人の掛け合いがすごく美しくて、まあ、歌声もですしあの姿もすごく美しかったです。 そして、そうですね。私は見ていて、やっぱりお互いをこう見ながら歌う、パフォーマンスする余裕があるのがものすごい人たちだなっていうふうに思いました。そしてやっぱり、るいくんの、るいの声は相変わらず素敵ですよね。すごく独特で、 こう歌い始めた瞬間にこう世界に引き込まれるような歌声でした。そしてですね、一番熱いコラボが、個人的に一番熱かったコラボがこの二つ目なんですけど、ルイ、タイキ、カノンの三人であの曲をやっていました。まあ、あの、三人でやるといえばの曲なので、まあ、皆さんお分かりかなと思うんですけど、 あ、かのんくんが歌うとこうなるんだっていうのが、本当に心に残りました。この曲に関しては、まあ、もともと盛り上がる曲っていうのもあるんですけど、また違うバージョンでやったっていうので、めちゃくちゃ熱くてかなり会場が盛り上がった瞬間でした。で、えっと、体感としては、 なんかこう、ブレイブジェネレーションとブレイブジェネレーションリミックスほどではないんですけど、かなり雰囲気の違う曲になっていました。ねなんか、こんなことができちゃうんだなっていうふうに思って、いやー、すごく熱いステージでしたね。なんかこう、こういったコラボだったりで、 まあコラボレーションでこう会場が湧きつつもこう大気のソロがあったんですけど大気のソロになった時にこう場がこうキュッと閉まる感じがしてそれもすごく素敵だなっていうふうに思いました、まあ、こんな感じでこの3日目のこのルイ大気カノのパフォーマンスの時に BMSG トレーニーショーケースの告知があったんですよね。で、えっと、今回オープニングであったような熱いパフォーマンス、コラボ含めですね、こういったものもあるのかなっていうふうに期待しています。で、えっと、告知があったので、なんか、あれ今も募集してたっけって見たんですけど、今のところ、 アーキテクト、レジデンス会員の募集が終わったところなんですよね。なんかこう、告知したっていうことは追加で募集があったりするんですかねなんかこう、なんかこうってめちゃくちゃ言っちゃったんですけど、まあ、確実ではないんですが、推測、まあ推測するに、BMSG ってこういう動線結構しっかりしている印象があるので、あるんじゃないかな、 期待ししておりまますす行く方いいらっしゃいますかね私はですね今回のオープニングアクトを見てめちゃくちゃ行きたくなったんですけどどうしてもやっぱりもともと日程が平日で厳しいので今回はいけないなと思っております参戦される方は是非楽しんできてくださいいやもし追加応募追加募集があったら 本当に熱い、その場だけの特別なステージが見れる予感が、オープニングアクトからもこう、ひしひしと醸し出されておりましたので、もちろんまだわかんないんですけど、もし行ける方は行ってみてください。はい。あるといいですよね。いやー、楽しみですね。はい。というわけで、本日はボスダム。 全オープニングアクトの感想レポートをお伝えしました。以上、おかけ情報局の小藤でした。ありがとうございました。